それでやれるだけやってみて、一村人は即やめる。わかんないから。なんだよ、これ。わざとやってんの、これ。わざとやってんの、これで捕まえてもおもんないってこと。これつ、マジで何やってんの。いや、いいんじゃない。モバイル動画もやっていたけど、今どうなったの？誰が出てんの？モバイル動画、誰が出てんの今。あんなもん、アダム・フランシスがもうそこ見つかってるよ。そうじゃないかってぐらいのレベルで。なんであれやんなかったのってレベル。そして回ってないからいいけど。15秒ロック。特性やのデッドロックっても。まあいいよ。アダム・フランシスなくなったら終わろうっと。いいじゃない。だって人のロッカー開けたんだもん、こいつ。もう救ってもねえから、勝手にしろった。あと、オフレコ変えないといけないわ。毎回オフレコがついてる。息起きねえから、早く助けないで。7番と俺の給料どっちがありがたかったと思う。動けば奇跡ってあるんだよ、プレイヤーは。動かない奇跡なんて起きねえんだ。
そうすい、電池回せないのかな。目見て。はい、すぐだ。ここあるんじゃね？研究施設。一人用だろうな。最後の柵を取る。あ、終わってるんだ、ここ。6000。刺された扉が開く。ここじゃない。ここに発電機ねえか。デッドロック。25秒ロック。やるしかない。ドライバー。ああ、そう、まだ1回目。ここは守りの要所だけど、まあ俺はまだ1回目なんですよ。俺の方がいいんですよ。アダムフとかがやられる方がめんどくさいんですよ。ちなみにこれ喜んだ方がいいですよ。まだ運はあるっすよ。だから気にしてる。他のところ使わない。他の発電機ねえが。とりあえずここは守りの要所じゃないから、もうとりあえず見えるしかない。マジでやばいかも。電気の位置。ここがあるはずなんだよ。僕がまだわけわかんない。バレるっつうの。
封してくれねえのに。4人とも同じ位置にいるんだよ。俺が一苦労してんのに4人とも同じ位置にいるんだよ、マジでよ。飽きれんだわ、4人とも同じ位置にいて。違うとこ回せよ。同じ位置にいてどうすんの？マジでこの3人見て、俺と違うでしょ？人と違うところを探そうとした人間。人と同じところを回すの。4人来て、4人来たらこうなるに決まってんだろ。邪魔でしかねえだろ。4人違うところ行くんだよ。包帯を止めるの目的は。こうやってやることによって閉ざされた扉が開くの。包帯を止めるの。8回。焦るな。よし、よし、嬉しい。これはやっぱりヒーローちゃん。女性が惚れるプレイヤー、これが戦術だよ、アントレス。俺とゲームすれば楽しい。もう通電させたからもういいよ。これ、これ、ヒーローちゃん、デッドバランスバス。ああ、ずっとここだけは測ってたから、もう完璧な。そして今日で学んだ後ろ向いてかわす。あ、これだったわ今日。やらかした。これはチャンスだった今日。チャンスだったけどいつもの俺やっちまった。いつもの俺やっちまったわ。仕事したよ。閉ざされた扉開くために3台目がどうしても必要。2箇所はなんか分かってんだわ。もう1箇所が分かんなかった。あそこが使えると踏んだ。逃げ場所にも使えた。俺はね、なんとか
まず環境利用ができたから。あそこしかないっていうハントにそう思ってんだよ。違うんだよ。だから必要なんだよ。2箇所、3箇所が。うん。もう1箇所があったんだよ。アントレスの心の中のマークが外れてたんだよ。植え付けたんだ、あそこの位置を。ああ、長い戦いでしたね。楽しかったです。やっぱり、よいしょー。